800とは、川島誠の小説作品。また、それを原作とする、広木隆一監督の映画作品である。対照的な性格を持つ、ツーラップランナーズの中澤隆二と広瀬の二人が、800メートルという、不思議な距離に見せられて激しく競争し、女の子とセックスし、恋をして、成長していく。道の中澤と、 生の広瀬を巧みに描き分けたその文体は特筆すべきものがあり、思春期の若者たちを的確に捉えたその密度は、重松清志に勝るとも劣らず、細部に至るまで丹念に描かれている。この作品が今なお読み継がれているのは、その徹底的な描写に加えて、溢れんばかりのユーモアと、サディスティックなまでの二人の対決、そして複雑な恋愛模様をすくい上げたところにある。 また、エクニカオリが本作の熱烈なファンで文庫版の後書きにも文章を寄せている。このような点からも優秀な作品として、中学校国語1で推奨図書として紹介されている。主な出演者に松岡俊介、野村友人、藤十郎、袴田義彦、サブなど、ほぼ原作に忠実に描かれているが、結末が異なる。キャッチコピーは、俺たち、 ほとんど反則よね。DVD がパイオニア LDC から発売されている。800通ラップランナーズに関するカテゴリー。ありがとうございます。